以上述べましたところで、この呉一郎と申す少年の骨相はあらかたお分かりになったことと存じます。かようにいろいろな人種系統の特徴を造花の神はいかにしてこれほどまで端麗明朗にかつ純真微妙に取り合わせたかということを考えますと、まことに気味が悪くなりますくらいで、科学の権威とか人知の進歩とかを一枚看板にしておまんまをいただいております私どもも、こうした生きた芸術の傑作に接しましては、ただ気を飲み声を飲んで頭を下げるより他に致し方がないのであります。